一日の上映が終わった夜遅く、多くの監督たちが足を運ぶ場所があります。町の中心部にあるホーミアンクラブです。普段は和風レストランですが、映画祭期間中は市民が運営する居酒屋になります。500円の入場料でワンドリンク付き、山形名物の芋煮などが無料で提供されます。中では映画関係者だけでなく、観客や市民が入り混じってドキュメンタリーについて語り合います。こうした市民との交流が監督を山形に引きつけているのです。山形映画祭がいいのは、まずいい映画をたくさん見られて、それを作った監督と直接話ができること、そして自分の作品についても観客と一緒に見て話すことで、人々がどう感じているのか良い意味で考えさせられるんです。だから私にとってここは映画の学校のような場所なんです。